あんな素晴らしい環境で料理を作りたい。あまた同業者の羨望の眼差しを一身に浴びる料理人がいる。小林寛治、47歳。彼を羨む者はいても追従する者などいやしない。真似をしようと思ったところでそう簡単にはできないのだ。彼が腕を振るうのは誰もが唯一無二と口を揃えるビラ・アイーダ。他のシェフと何がどう違うのか、それを確かめるべくこの男が店を訪ねた。東京から3時間以上かけてたどり着いたのは和歌山県の片田舎。三石は何を目の当たりにするのか。パレド Z、 美味しさの未来。なぜ我々がパレド Z を立ち上げたのか。それはこの番組が美味しさの未来を考えるミツカンの提供だからに他ならない。和歌山県岩出市。お世辞にも交通の便がいいとは言えないこの町に、国内外のグルマンが大挙として押し寄せる。電車や車を乗り継いでまでも味わいたい料理があるのだ。店の名はビラ・アイーダ。風に揺れる糸杉とヨーロッパの田園を思わせる植栽が遠くに来たことを一層強く感じさせる。オーナーシェフは小林寛治。一体どんな料理を作るのか。この日のコースはテラリウムのようなアミューズから、食べ手を独特な世界へと誘う。黒豆はシンプルに塩茹で、フェンネルシードと胡椒による香りの一手間で豊かな広がりをもたらした。ほうれん草の塊、そこにナイフを入れるとサワークリームに包まれた牡蠣が現れた。からし菜の下に顔をのぞかせる新鮮なサンマ。付け合わせは香ばしいバターナッツかぼちゃに玉ねぎのアイス。食感、温度のコントラストに胸が躍る。
それは食べるアート。白いベールは薄く切ったアオリイカ。その下に香り高いフェンネルを潜ませた。メインディッシュは和歌山の野山を駆け回っていた新鮮なイノシシ。香ばしい焼き目をつけ、肉汁と赤ワインの濃厚なソースに浸す。それに合わせるのは紫人参。鴨の油でゆっくりと火を入れ、肉に負けない存在感をまとわせた。エゴをみじんも感じさせない。しかし小林にしか作れない料理、その独創性はどこで培われたものなのか。答えは窓の外にあった。レストランを囲む畑、そこでその日使う野菜を収穫するのが小林の日課。地産地消だの、ファームトゥーテーブルだのという言葉が飛び交うずっと前から、小林は自ら育てた野菜を料理にしてきた。食材のあるところに食べに行く。今逆じゃないですか。なんか人の集まってるところに無理やり食材を集めて、それはちょっと無理があるですよね。農家さんから直接野菜を買って、その野菜で料理をして、ファームトゥーテーブルっていうのは、まあある意味ファームトゥーテーブルなんでしょうけど、間があるですよね、境が。ファームとテーブルじゃない。そこに、そのファームとテーブルに境がない方が、距離っていうのはやっぱりなんか違うことになっていくんですよ。客は自分の常識を小林の常識と照らし合わせ、食とは何かを再確認する。生きることは食べることだから、すごい大きなミッションなんですよね。小林幹事という人はそれを、その植物も育てて、そして料理をするっていうことをシームレスでいくわけですよ。そのシームレスに、その命と料理っていうことを毎日やることの楽しさ、クリエイティビティをお客さんが喜んで食べるってことで完結するっていう、実にシンプルな生き方であり、そういう本当にレストランなんだなと思ってますけど。新たな料理を考案し、美味しく作る。それだけでも大変だというのに、その上、なぜ畑に出るのか。秋風が立ち始めた昨年9月。レストランは金色の稲穂に囲まれていた。小林の父が毎年毎年手塩にかけ育てている。実家は農業って、兼業農家の長男に生まれまして、もともとお米を作ってまして、自分家の分だけ野菜を作ってたんですけど、畑仕事が生活の一部だった。作業は手伝ってて、すごく小さい時は楽しかったんですけど、だんだんこう中高生になってくると嫌になってきたんです。じゃあ割とその家業を継ぐっていう気はあんまりなかった。あんまりとか全然なかったですね。料理学校を卒業後、21歳でイタリアへ。田舎のレストランで修行を重ねた。そしてそこでかけがえのない財産を手に入れた。学んだことはやっぱりその土地
にいる人がその土地のことをすごく愛してるっていうか、すごい愛着があってそれらを使う。あの人たちよく言うのはノストラーノって言うんですけども、まあ、自分たちのとか自分たちの地域のっていう意味なんですけど、ノストラーノ、その言葉を胸に4年間のイタリア修行を経て日本に戻った。初めての店を開いたその場所は地元和歌山。やっぱりオープンした当時は自分の店が持てる嬉しさのあまり、ちょっとイタリアで勉強してきたことをちょっと忘れちゃったというか、俺こんな料理できるんだぜみたいな若造がいたんですよね。それがお客さんが来なくなって、よくよく考えると、あ、なんか違うことやってた、持ってるものと。都会からお客さん来てほしいと思ってるけど料理が伴ってなかったっていうことを気づいて、鳩やウサギやトリュフやフォアグラ使ってやってたんですけど、それ全部やめて。泣かず飛ばずの日々が続く中、小林は野菜を植えた。仕入れることができないから、お金がなくて、とりあえず植えてみよう、野菜、輸入野菜とか高い、でもイタリアンだったらフェンネル使いたいしとか思って、とりあえず種をまいてみたらちょっとできて、もうちょっとやればできるんじゃないかと。都会の人たちは多分こういうことが食べる日がきっと来るんだろうなと思いながら、自分を信じてやるしかないみたいな。自分とか世の中とか人を当時はまあ信じれたのでやってこれた。22年前、オープン当初に植えたレモンの木はたわわな実を結ぶまでに成長を遂げた。そして今や150種類もの野菜を手掛けると、口で言うのは簡単だが毎日大変だ。あ、もう最初も今も苦労する。全然こう、うまくいったからといって次の日行かないし、気候も変わってきてるし、その10年前とかいうと何回も種まき直したりとか、虫に食われたりとか、まあ台風もそうですけど、ああみたいな、もうなんか全ての労力が無駄っていうか、なかったことになる。自然と向き合い、野菜と対話を重ねる中で育んできた小林独自の観点がある。農家さんは出荷するときに真ん中だけをきれいに袋入れて出荷して、この周りをまあ捨ててた。でも僕はまあ周りが欲しいとか、まあ中の柔らかいところはサラダにできるし、外はもう焼いたりとか、その包んだりとか、いろんな生かし方があるんで。唯一無二のレストランにはイベントやコラボレーションのオファーがしょっちゅう舞い込んでくる。この日は店中に柑橘の香りが漂っていた。みかん農家とのコラボレーションはさながらみかん大喜利。参加者たちは小林の素材への接し方に驚かされる。まあ、今のこの青い発作、青い時期で欲しいって言って、それを食べてみて、あ、じゃあこういう料理の仕方もあるよねっていう、そういう発見とかされるのはやっぱり視点が面白い。やっぱ誰にも真似できないところですね。昨日は多分別の柑橘で やってた、多分お皿が今、あそこで発作向いてみたらこれ良かったって言ったから、多分それ変わるんじゃないかなと僕今思ってて、もうインスピレーションどんどん変わって、普通だったらもうイベントだったら、そのイベントにきっちり作り込んでやりたいじゃないですか。だからそういう感じじゃないか、周りは大変やけど、やっぱすごいなって思います。色眼鏡をかけず素材を見つめ、本質を次から次へと引き出していく。食材をどのタイミングで収穫するか決めるのは自分。良いと思えば
成長途上であっても積極的に採用する、その見極めこそが小林の真骨頂。野菜を育て食材と向き合う中で結晶のように築かれたそのセンスは、皿の上でキラキラと輝きを放つ。もう美味しい、もちろん美味しかったんですけど、もう胸がいっぱいですね。一回自分の心をリセットして、明日からまたじゃあどうやって生きていこうみたいな、大げさに言えばそんなところまで得られる体験なので、彼のそのただの料理美味しいまずいとかっていうのを超越したその未来を考えるというか、未来につなげるその味を作るっていう、僕それは小林さんのもう本場検査やと尊敬しています。そんな小林に我々は手紙を出した。小林幹事、何を残す。冬、小林は兵庫丹波篠山を訪れた。今地方が彼の力を必要としている。日本中でファームトゥーテーブルって言ってるじゃないですか。本当にファームトゥーテーブルをやってる人ってどれだけいるのって言った時に数少ないわけですよね。でなおかつ自分で作ったものでファームトゥーテーブルできる人ってもう全くいないわけじゃないですか。だからその究極の形をやってるのが小林シェフなんで、料理でその地域を活性化するとかっていうことを考えるのであれば、その究極の形がここにあります。でその究極の形に対して自分たちはどこまでできるのかみたいなものを、まあ考えるっていうのかな、一つの基準っていうのかな、指針っていうのかな、なんじゃないですかね。自ら作った野菜で独創的な料理を生み出していく奇跡のレストランに、今日本中の料理人農家が注目。小林もまた惜しみなくその経験を伝えている。22年前、鳴かず飛ばずの中手探りで始めた真のファームトゥーテーブルは、今日本の料理人たちの一つの目標となっている。どうしてまあいい見本になるかどうかわかんないし、真似すると苦労するっていうか、まあなんか生産者の近くにいるといろんな料理の発想が湧いてくるんで、まあできるだけそっちの方向で。食と農業の未来を背負う小林幹事、彼はどんな作品を残すのか。三石貫太と申します。アイーダの小林です。今日は小林シェフの未来に残すべき作品いただきに参りました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではこちらへどうぞ。はい、あ、すみません、ありがとうございます。いや、これ外もそうですけど、ね、内装が素晴らしいです。ありがとうございます。ところで奥さんも料理されるんですか。はい、昔は料理人だったんですけど、今はもう全然あのシェフにお料理の方は任せて。いや、今日本当楽しみです。もうよろしくお願いします。お願いします。ほうほう、今日はこちらを用意しました。これイタリア料理。いや、もう独自の料理。独自の、はい、うわこれ何だろう、この中魂に訴えかけてくる。あ、まさにまさにそうなんですけども、ヴィラ・アイーダ小林幹事が未来に残したかったもの。そもそもこの鍋にしたのは何でなんですか。寒いからです。寒いから。やっぱこう来てくれる人を思いながら作りたいんですよ。なるほど。まず
生姜がめちゃくちゃ入ってます。生姜これたまらない。カツオと煮干しの出汁に和歌山産の生姜をたっぷり入れた。で畑の大根と朝収穫したばかりの白人参、大根、さつまいも、小ぶりだが味がぎゅっと詰まっている。ホロホロ鶏、あ、ホロホロ鶏ですね。アフリカ原産、はい、原産で和歌山で作ってくれる方がいて、和歌山産のホロホロ鶏でコクを増し、父が育てた米を入れた。たまたま昨日友人シェフから届いた生地。生地ですか。仲間から届いた生地をさばき、骨から取った出汁と肉を加えた。今まで嗅いだことのない香りですな。和歌山の旨味をたたえた鍋はノストラーノそのものだった。で、その合間に、こちらご用意したものはちょっと入れていただけると少しずつ味が変化するんで。薬味は風味に富んださまざまな野菜植物、もちろん和歌山の大地に根を張るものばかり。干し大根、干し大根、花はナスタチウムですね。これですね、はい。もう花っていうより もはや新しい野菜みたいな。野菜とか薬味になりますよね、はい。でもこれなんでこれを未来に残そうと思ったんですか。はい、ここにはいろんな生産者の心というか、はい、今日は11人の素材を一つにまとめています。やっぱりその人たちってやっぱすごく小規模でやってるんですけど志があるんで、応援してあげたりしないとなくなってしまう。これみんな生産者の人たちの全員知り合いなんですか。はい、もちろんございます。それぞれが、はい、それぞれ、はい。じゃあこれ輪になってるんですね。全部輪になって、輪になって、はあ、いやこのまま食べ続けていたいんですけども、はい、小林シェフの未来に残すべき作品、はい、確かにいただきました、はい、ありがとうございます。はるばるやってきた一人の旅人のため、和歌山の生産者たちの思いを鍋に仕立てた。食べ進めるほどに土地への愛着が深まってゆく。一週間後、小林のもとにメニューブックが。小林幹事作「旅人の鍋」はパレドゼットのパーマネントコレクションに認定された。そして畑では今日も小林自慢の野菜が青々と育ち、出番を待っている。なぜ我々はおよそ30分を費やし美味しさの未来を真摯に考えたのか。それはこの番組が同じ志を持つミツカンの提供だったからに他ならない。